こんばんは、仰天エリナです。イエこんばんは。マジで今日さ、まあ台風かなって思うぐらい雨やばかったね。びっくりしたんやけど、マジで洗濯物外に干さんでよかったわね。びっくりじゃないですか。やばかったよね。なんかさ、マジ室内に干して正解よね。あれでもしさ、あ、外に干してたらさ、びっちょびちょでもう一回洗わなあかんかったねな。さすがにやばすぎじゃない？やばすぎ案件ですよな。よし、それでちょっと待ってな。ん？ん？何の？こうやって持って取る？何？これ。で取るよ。オープンだった？うん。あ、で、ツイッターから。あ、もう出取る？嘘、姉ちゃん見つからないけど。今探ってんねんけどさ。名前検索で出てこんかな。出てこないですね。まあ、いっか。そう、イベント出ますよ。あのね、ドットイヤーフェス。8月16日、AKB48 チーム8として出ます。そう、ドットイヤーフェスに出ます。16日やから、まあでも8の日の近辺ですね。はーい。ドットエールじゃない？いやだったら EAR か。分からんけど EAR やな。ドットヤールフェスかな。分からん。いや姉ちゃん英語弱いね。で、今子が違ったら覚えて。ドットエールフェスっぽいな。だってイヤーだったらさ EAR やもんな。確かにスペル違うわ。というわけで違いました、すいません。ちょっと英語読めないんですよね。出ますよ。そう、あ、そうだ、昨日のアイドルステージフェス、あっとるっけ、来てくださった皆さんありがとうございました。昨日の中野大ホールみたいなところであったんですけど、あの、来てくださった皆さんありがとうございました。あ、ゼロホールか。大ホールじゃなく、あ、でもなんか中野のなんかそのゼロホールも小ホールと大ホールがあって、そう、大きいホールの方やったかな確か。うちら、そう、小ホールもあるんですよ。なんかちっちゃいホールもあるし、そう、なんかね、そうなので、そうそう、あの、ありがとうございました。 STU さんも出てたんですね。そう、挨拶に、楽屋挨拶に来てくださって挨拶しました。そう、ありがとうございました。なんかいろんなアイドルさんが出てたんですけど、チーム4で初めてだったんですよね私。なんかチーム4で今までにこう何個かちょっとイベントとかあったんですけど、私はそれに、出てなかったので、今回の、あの、昨日のだからフェスがチーム48はよくイベント出させてもらうじゃないですか、いろんなやつ。でも4としては初めてでした。
その村山チーム4の時もそうですし、まあ、今回蔵野チーム4で出させてもらったんですけど、そうなんか前も確かそのこのフェスかな4出てたらしくて、そう でも私は4としてっていうのは初めてでした。うん、そうそう、なんかすごい不思議な感じでしたよ。8だといつもやってるからそうなんですけど、4のメンバーでっていうのがなんかすごい新鮮な感じで、しかもその4のメンバーのイベントに出れたことめっちゃ嬉しかった。そう、村山チンポの時になんかツアーとかやらせてもらってて、ツアー何か所かあったじゃないですか。でもちょっとコロナとかいろいろあってもなんかいろいろできなかったですけども、でクラのチーム4になって、それで今回そのメンバーに選んでもらえてめっちゃ嬉しかったです。来てくださった方ありがとうございます。なんか大きいホールでしたね。なんかコンサートとか普通にできるっていうか、なんかやれるような大きさでしたね。ステージもですし、客席も2階まであって、平地がこうピヨーンって感じ、なんていうの、平地平屋あピヨーンって感じだったんで、めちゃくちゃ大きかったですね。私のファンの方もねちらほら見つけましたよ。そう結構ね見えました。うん、やっぱりねうちわはねいいわ。ああいう大きい時にうちわあるの超便利。なんか遠い席の人とかもうちわで見つけられた。うん、近い人はさ肉眼で いやじゃん。でも遠いと肉眼でさ顔って認識できない。客席って暗いじゃないですか。だからそう、うちわはねめっちゃ便利ですね。やっぱりこういう大きいホールでレスが欲しいならばうちわはマジで便利です。うんうん、だって客席って暗くてステージが明るいから人の顔とか超見づらいの。そう、まあ、MC の時とかは結構明るくなるんですよ、客席もね。だから見やすいんですけど、そう結構ね遠い席の人とか内輪でね、あ私のファンの人があそこにいるって思いました。そうなんかねセットリストもね割と夏っぽかったし、普段あんまりパフォーマンスしない曲、そうが多かった。ちょっと待ってね、セットリスト探してるから多くて、すごい私的にもねめっちゃ久しぶりに披露したわっていう曲ばっかだったんですよね。セットリスト出てこないんだけど、ちょっと待ってね、あった。そう、いて。そう。ペンライトで見えやすいっていうのはペンライトに名前がついてるやつですか？あれはね、遠いとねぶっちゃけね見えないです。あれはもう光しか見えない。うん。そう、ちなみにセットリストはオープニングが月中から始まって、呼び捨てファンタジー、走れペンギン、真夏のサンズグッドということで、すごい月中でちょっとかっこいい感じで、呼び捨てファンタジーって私初めてやりました。呼び捨てファンタジー今回が初めてパフォーマンスしました。やったことなくて、有名な曲じゃないですか。曲はめっちゃ知ってるんですけどパフォーマンスしたことはなくて、
そうめっちゃ初めてやりました。で走れペンギンはチーム4のコンサートでもやったんですよ。だからめっちゃ久しぶりにやったなって感じがあります。で真夏のサンズグッドは真夏のサンズグッドもめっちゃ久しぶりにやりました。なんかね真夏のサンズグッドを踊ったのはメンバーとね夏のフェスどこだっけな、どっかの夏のフェスで踊ったんですよ昔。それがそれぶりだからか本当何年ぶりみたいなくらいに真夏のサンズグッドをフェスで踊りました。コンサートでもあんまりやらないな。夏曲だとどっちかというとポニッシュとかエビカツとかが多くて、それこそエイメンの時もエビカツだったじゃないですか。だから結構そういうのが多くて真夏のサンズグッドはめちゃくちゃ久しぶりにやったので、そうだからこの頭もぶっちゃけその月中以外、月中は劇場公演曲なんであれなんですけど、以外はめっちゃ久しぶりな曲で、で MC 挟んで中盤が回遊魚のキャパシティ、回遊魚のキャパシティも普段絶対に披露しないじゃないですかイベントとか。もうコンサートからワンチャンあるかもしれないけど最近コンサートもないじゃないですか。だからめっちゃ私もこれも何年ぶりに回遊魚のキャパシティはやりました。1回か2回しかやったことなくて超何年ぶりかにやりました。で私たちのリーズン、私たちのリーズンはイベントでもやったことあるし昔ね、でもそれでも言うて 2,3 年前なんだけど、コンサートでもチーム4のコンサートでもやったことありました。うん、この歌めっちゃいいよね。でラブトリップ、ラブトリップは劇場でもやってるんですけど、私はねポジションが今回ね下音ねポジションが被ってて、なんでゲッチーは下音が違うポジション覚えて、ラブトリは私が違うポジションを覚えました。そうだからなんか同じポジションでも、あ、じゃあ同じ劇場曲でもポジションが今回はあのラブトリは違いました。なんか歌割りも全部違くて。そうでオンリートゥデイサヨクロなんですけど、オンリートゥデイもさめっちゃ久しぶり、あんまりさ披露しないじゃないですかコンサートとかイベントとかでも。昔コンサートで本当に初期の頃ね、ツアー初期の頃にやってたんですけど、それ以外あんまりやらなくてすごい久しぶりにやりました。サヨクロンもなんだっけな、なんか劇場かなんかでやったことあるんですよ。あとイベントでも、どっかのイベントでも何年前かのイベントでもやったことはあります。うん、そうだから結構最後も夏曲で締めましたね、さよならクロールっていうね。ね、だから今回は9曲なんです。まあイベント30分だと大体9曲なんですけど、すごく久しぶりにやる曲を初めてやる曲が多くて、そうちょっと覚えるのはめっちゃ大変だったんですけど、超いいセットリストになってるんじゃないかなって思うんですけど、皆さん的には今回のセットリストはいかがでしたか？よかったですか？なんかこの曲が入ってんのはやばかったみたいなあります？いい意味のやばかったね。この曲自分超好きやけんめっちゃこの曲が入っとって嬉しかったみたいな、うん、っていうのとかあったりしますか？キャパシティ、あ、やっぱり回遊魚のキャパシティって本当にやらんからあれなんですかね。オンリートゥデイも好き。オンリートゥデイいいよね。あんなにさ明るいのにさめっちゃ歌詞切なすぎん。え、やっぱキャパシティが良かったんか。あ、リーズンも良かった。だってリーズンもいいよね。めっちゃ可愛くない？なぜ好きになったのってめっちゃ可愛い。なぜここでちなみにリーズンはダブルセンターでしたよ。私とカレンちゃんのダブルセンターでした。
やっぱコールしたかった？これできないのが残念だって。そうだよね、わかる。なんかさ、コールさ、うわーコール曲だぜベーベーみたいな時にコールできるの強いよね。まあなんか8の曲で言うとさ、47でさ、ガツコイ工事を打てないのがさ、もう、わーもうみんなはね、慣れたかもしらんけど、最初の頃とか多分そういうことだったんだろうね。わーマジか、できないのかみたいな、ガツコイ工事できないのか、もうクレンジーみたいな感じでしょ、キャパシティが。そういうことでしょ。え、キャパシティやるんか、マジか、コールできないのマジかみたいなことでしょ。これで嘘だろみたいな、あんまやらへん曲やのにコール打てんのみたいな、そういうことやろな。普段やらへん曲やからこそ打ちたかってんけどみたいな。そういうことやんな。そういうことやんな。やらんと忘れる？え、待って、やらんと忘れんの？みんなもう言いたいことがあるんだよとかも言えんの？言えるやろ。みんなおうち配信の時とかおうちでもうガチ恋工場やってますやろ。昔のライブ DVD 見ておさらいしといてください、皆さん。これしてる？ああよかったよかった。でもこの今のコメント欄見る感じ、やばい皆さん、やばいよ皆さん。はちょっと待って、やばいよ皆さん、バッテリーがあと 3% しかない、やばい、やばいよみんな。やばいよ、バッテリーが 3% しかない。充電してんねんけどさ、充電が追いついてないんですよ。 3% しかない、あとやばいよ。さっきな 10% になって充電しててん、そしたら充電が途中でできてへんくて、もう一回また充電し直してん。でもさ 3% になった、自転車操業なんだけど、やばすぎん？自転車操業なんだけど、やばすぎない？やばいよね。やばいよね。でもさ聞いてよ、値上がりしたし今在庫ないからさ、できんのです。もうさ、値上がりする前にさ、買えればよかったね。もうなんか値上がりしちゃったらもう買える気失せたんだけど。ねえ、もうピエンなんだけど、そう、まあでも昨日のあのイベントはみんな楽しそうでよかったってことですね。総括。しかもね、アイムドーナッツっていうドーナッツをそこの、 あのステージのマネージャースタッフさんが買ってくださっとって、差し入れでね、1時間並んだって撮った。あそこのドーナッツってめっちゃ有名なんやんか。1時間並んで買ってきてくれた、あのさ、プラメで送ったやん、持っとるやつで、ストーリーにさ、アイムドーナッツってあのパッケージのやつを載せたやん。そうめっちゃ美味しかった。なんか
ドーナツの生地がもちもちしとってめっちゃ美味しかった。2個食べた、2個。そう、なんか最初1箱あってで、みんな1個ずつ食べて、したらなんかそこのスタッフさんがそう、なんかもう2箱ぐらいくれて、そう、なんかマネージャーさんとかメイクさんとあとメンバーさんも食べてくださいって言われて、ね、それで2個目を食べたの私で、マネージャーさんとかもみんな食べて、それでなんか 余ったんよドーナツだから、妹にあのそう、なんかそれで妹にね、持って帰ってあげなよって言われたから、え、もらっていいんですかって言って、妹に連絡さすぎやな、よし、よし。ああ、皆さん、バッテリー落ちたんだけど、携帯でやってますよ、急遽。まあ、ショック好きなんですけど、そんなことあります？もうさ、泣きそうなんだよね。もう泣きそうよ。まあね、そんなことあります？落ちたんだけど、電気、充電だ、電気じゃないわ、充電落ちたよ、落ちませんでした、落ちました、携帯でやってます、もうごめんなさいね、本当に急に画面ちっちゃなったで、本当に急に画面ちっちゃなったで、超読みづらいわ、画質綺麗になった、やっぱ携帯なんか画質綺麗なんかな、そんなことない、いや、そんなことある、ある、やっぱ携帯の方が綺麗なんや、画質、おほんまや、めっちゃ画質綺麗、やだやだやだ、粗い方が可愛く見えるのに最悪、まあ絵は今日メイクしてるからまだいい、こういうすっぴんやってん、もうダメよ、ダメダメ、粗が見えちゃう、よかった、まだメイクしてるからさ、こんな高画質でもさいけんねんや、よかった、すっぴんはやっぱりタブレットじゃないと無理だなこりゃえ、画質めっちゃ綺麗ね、ほんまに超綺麗、さすが今時、マジ小顔に映ってる、だってそれ画角の問題でしょ、多分このさ、この多分あれだよ、あれのあれのあれだよ、ちっちゃ、なんか光景がちっちゃい、ちっちゃいよな、ちょこんってしてるよな、いつもさドーンやのにさ、マジで本当にさ、もう恥ずいって恥ずいってマジで、え、でも私はこっちの方が漏れないんだが、顔画質意見、うん、やっぱりね、画質荒い方が可愛いわ、漏れる、ユニバーの書きが違う、ああ確かに、ものによって明るさ違いそう、確かに明るさ違う、あ、ほんとだ、え、暗いね、なんで、なんかあれかな、このさ、リングに近い遠いとかあるんかな、あ、だってめっちゃ高くしてるやん、うん、画角もさ、広角やからさ、めっちゃこれ今寄せてるし、うん、いろいろありそう、小顔効果とかつけようかなこうやってどう？いいと思う？で
もちょっともうちょっとさ、ショールーム漏れする顔になりたいよね。なんかさ、私さ、いつもなんかショールーム漏れないよね、顔。なんなんだろう、ショールーム漏れるコツって何なんですかね。画角の問題。こうやって喋んのやめようかな。こうやって喋んじゃん、言うから。こうやって、こうやって喋っと。これがブスなんやな、きっと。顎引いて喋ろ。引きすぎたら。真剣。そうやな。もう漏れようとする気ないよね、自分が。あ、地道な走り屋さん、タワーありがとうございます。これ何、織姫とかじゃないもんな、なんだろう、わかんない、これめっちゃ可愛い。え、人魚姫じゃん。人魚クマか。人魚クマじゃん、めっちゃ可愛いんだけど。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。なんかさ、こっちの方がさ、わからん、こっちのここで見るとさ、これ見るとさ、そんなことないんだけどさ、これで見るとさ、顔シュッとしてるように見えるんだが、そんなことない。タブレットよりシュッとしてるように見えん。黒い剣か、陰影かな。この光が当たった男とさ、当たってへんとこのさ、陰影のせいでそう見えるんかな。あれじゃない、広角効果じゃない。あ、でもこう見ると別にそんなことないわ。 これで見るとさ、ちょっと顔シュッとしてるように見えんねんけど、これが反転されるけんじゃない。あ、そっちの内カメの見え方が漏れてんのか。反転するとブスなんか。大体そうじゃない、わかる。内カメにだって漏れる角度をするやん、うん、外カメ違うやん、反対やん。わかる、ブスよねあれ。なんかさ、文字とかがさ、こう自撮ってさ、反転しようと思ったら、あれなんか漏れてへんってなるよな。こっち可愛いのに反転させたらんってなる。そう、なんでなんよね、あれ。まあ、人ってさ、顔が非対称やっけんかな、やっぱり、ね、それあるよね。あ、ね、あとさ、コメントがさ、ここだとさ、見えるんがめっちゃ短いんよな。ちょっとしか見えんかも。一瞬でどこ行ったかわからんくなる。タブレットだとさ、まださ、こう長いけんさ、いいんやけどさ、もうこれ一瞬すぎてさ、めっちゃ見づらい。しましたとかのやつも見れるようにしとるけん、余計やね。あ、そう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 、初訪問ですっていうのもな、見えるようにしてんねん。せやねん、せやねん。あ、そうだ、そうだ、コメントにあったさ、そのさ、昨日の衣装が何の衣装かわからんって言ったやん。昨日の衣装はね、M ステで指原さんが最後だった時のなんか衣装らしいです。そう、しかもあの衣装はなかなか指原さんのために作られた衣装やったから、なんかなかなかね、そうだから、あの衣装が着れたのはめっちゃ珍しいらしい。てかもうほとんどあの着せてないらしい、人に。なんかめっちゃ綺麗やった。私あの衣装の形超好き、オフショルで。なんかね、スカートのとこのワッペンに実は衣装のメンバーの名前書いてんので、私は、昨日の衣装ね、ミルルンさんの衣装をお借りしたんですよ。だからこのスカートのとこのワッペンにミルシロマって書いてあった。そう、そう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 、そうなんです。だからね、本当はハーフツインとハーフアップと迷ったの。だけどこの間サムネイル公演でハーフツインしちゃったけん、そうやけんハーフアップにしました。そうなんです。いいよね、おしょる大好き。そう、おしょる大好きなんですよね。可愛かった。しかもちょっと若干のお腹が見えるショート丈みたいな、もう完全にお腹は見えへんけど、ちょびっとお腹が見えるやつね。分かれてんの、上と下で。
なんか結構さ AKB って上インのさ下スカートアウトのこと多いやん。あれはちょっとこう丈短い感じ でスカートがね意外に長かったんですよ。思いません？ AKB の人って結構ミニミニみたいなのが多いやん。でも昨日のやつは結構ねスカート AKB の他のスカートと比べるとちょっとスカート丈が長めだった。だからすごいなんか珍しい、個人的に珍しい組み合わせだった。うん、衣装でもあんまりお腹が出る衣装って着ないじゃないですか。だからすごいね、個人的にとっても新鮮な形、衣装の形でした。めちゃくちゃね個人的にはすごいドタイプ。オフショルにちょっとだけお腹がさめっちゃ見えるのは嫌やね。でもちょいっと見えるかな、手上げたらちょびっと見えるかなぐらい、めっちゃ可愛い。個人的にすごく好きな形でしたね。うん、そう、分かる分かる。そう、私お腹ね出すとねお腹冷えるんですけど、お腹痛くなるから、お腹は基本あんまり私服でもお腹出さないですもん。私がお腹出てる服あんまり着てる印象ないでしょ。着ないんです、ポンポン冷えるんで。本当にポンポンめっちゃ弱い、ポンポン弱すぎてやばいんで基本着ないですね。私服でも着ないです。結構着てるメンバーとかめっちゃ多いし、今年さっき結構丈短めのさ流行っとったり、流行っとるやん、みんな着てるんやけどさ、メンバーとかでもよく。でも私はねイン派です、イン派、完全にシャツはイン派したいと思います。なんかショート丈の着たとしてもしっかりキャミ着るしっかりキャミ着てるタイプの人間ですね。ちょポンポンはやばいんですよ。うん、ポンポンは守っていこうぜみたいな。衣装がさお腹出るっていうのもあんまりないけんな。うん、あんまないね。ない。なんかちっこい。ん？ちっこいな。高額やけんかな。なんでか分からん、姉ちゃん。あー確かに。あーライブメンバーでアンコールでおしゃれで切ったりしてるメンバーに、あれさ切ってるのはさ切りたいって言って切ってんのかな。なんかさ8はそういうのないんですよね。だって8のさコンサートでさ T シャツ着てる人おらんくない。でも私は T シャツ着るんだったらハイウエストのパンツにシャツインが好き。うん、私はね。ハイウエストパンツにシャツインがすごく好きです。そうの方が私はスタイルがよく見えるかな。どっちかっていうと多分こうシャツを着てっていうよりかは多分ハイウエストにインしてシャツをした方が多分スタイルはよく見えるかもしれない。なんか人それぞれさこういう方がスタイルよく見えるとかってあるじゃないですか。そう、私はそういう方がスタイルよく見えるタイプの人だと思うので、それ切らないかな。
切っても可愛いんですけどさ、切るとしたらさ、コンサート前にご飯食べれないじゃん、お腹出ちゃうの。私ね、ご飯食べると本当にお腹出るんですよ。しっかりこの胃からポコって出るんですよ。胃下垂の人って舌が出るって言うじゃないですか。私も本当にこの肋骨のところからポコって出ちゃうから、お腹出してるとね、すっごい目立つの。だからご飯食べれなくなっちゃうから、それちょっときついんでね、うん。やっぱりあのシャツインで、シャツインでよろしくお願いしますって感じで。本当にめっちゃ胃が、胃出てるって感じ。てんてんのショーパンは本当は足に激長いようだって。え、でもね、最近の私の当て込まれてるショーパンはね、あれな、腰で履くショーパンなんですよ。わかる？なんかローのショーパンなの。ハイウエストじゃないのよ。だから足があんまり長く見えないの。なんかメンバーによってめっちゃハイウエストのショーパンのメンバーだったりとかで、めっちゃ丈短い子とか、それこそロー、あ、そう、ローライズ、そう、のメンバーとか。私ね、前、一時期、一回ぐらいかな、結構ハイウエストのショーパンでインしてて着てたんですけど、そう。でも、今の当て込まれてるショーパンは、ローライズ？そう、このね、腰で履くショーパンなんですよ。だから、それにインすると、めっちゃスタイル悪く見えるの。そういうのこそ多分、あの、上着た方が似合うと思う。バランス取れると思う。でも、今年意外になローライズ流行ってんねんで。そう、意外にローのミニスカとかモデルさん着てたりとか、それこそ K-POP の人とかが衣装とかで履いてたりすんの。流行ってんねんやって思った。そう、だから私はね、最近はインしない。インしても前だけとかかな。そう、全部はインしない。腰で履いてるから、腰、そう、腰の本当に、ね、腰上で履いてるんじゃない、腰下、この腰の本当骨盤のとこぐらいで履いてるから、スタイル悪く見えねんな、それでインすると。だからまあインしても前だけとか、もうインしないのが多いです。うん。それでね、上がね、ショート丈とかだったらさ、その、あ、腰で履いてんねんやっていうのが分かるからさ、スタイル別にそこまで悪く見えないんですけど、インしちゃうとね、隠れちゃうから、そうそうそう、あのスタイルがあんまりよろしく見えないので、インはしないです。ハイウエストだったらインはします。の方が絶対足が長く見えるから。うん。私ハイウエストのもの大好き。そうなんです。いいよね、可愛くない？
あざあったねって、そう膝にねあざとね、なんか弁慶にあざができたんですよね。なんか知らん、気づいたらあざあった、なんか気づいたらあざあった、ごめんよ。そうやね、なんかさ別にさ、えか足むくみすぎてやばい、見てなあなあなあそう、そうなんですよ、めっちゃ気づいたらあざがあったんですよね。なんか知らん、ぶつけた記憶もないし、うん、言っちゃったやろって感じ。なんか青タンってさ知らぬ間にできるよね、あれなんやろね、なんか青タンの特技よね。そう、昨日の髪型ってポニーテール、うん、ハーフアップ、ハーフアップです。そう、あのね、なんか知らんけど、しかも結構リアルな色してるしな、なんか茶色ってねえ、ほんとにやだよね。もうねピエンだよね、わかる。しかも青タンって治るの遅いんですよね、この人ほんとに。膝の青タンはね、わかんの、膝ついてる時にさ青タンなんの。でもさ、この弁慶のこの青タンはなんなんやろ。え、だってダンスで弁慶のとこカーンとかやったんかな、荷物とかでカーンってやったんかもしれん。重たい荷物とか持っとってさ、こう歩いてる時にさカンカンってよくすねに当たんのよ、それかもしれんなそう、いたとかって思うけど気にせんからさ。そう、あるあるなんですよね。まあ仕方ないだろうと思ってます。女性って記憶にない青タン多いよね。え、じゃあ逆に男性は記憶にある青タンが多いんですか。そうなの、何喧嘩の勲章的な俺は昨日壁のドアに喧嘩を打って青タンができたのさみたいな、そういうこと。青タンできにくいんだ、なんで、なんで硬いから、男の人って骨と筋肉しかないけん基本的に。そんなことあります？女性の方が皮膚が薄いけん目立ちやすいやん。あ、そうなんや、男性ってそんな皮膚厚いねんな。あ、そうなんや、初めて知った、そんな女性と男性で皮膚の厚さが違うだなんて。へえ、知らんかった、そうなんやね。そうね、そうね、そうね、
あ、そうだ、今日お誕生日の人多いよね。今日空のも誕生日だったしさ、今日いちごの誕生日だよ確か、黒崎いちご。あとさ、コラさんの誕生日だよね、ツイッターで見たわ。今日誕生日なんだって思ってさ。そう、あとゆきりんさんもか。今日の人多いね。よし、じゃあもうそろそろ終了にしよう。もうちょっとで12時だ、ショールーム切れてしまうわ。え、多いよね。夏ですね、7月っていいですね。よしよし、じゃあランキングですね。13位、きみなみさん、昨日は神戸神関でしたって、ありがとうございます。あ、間違えた。12位、ひかる 400X さん。11位、おかやんさん。10位、しんどさん。9位、マックスエイトさん。8位、ワイマツさん。7位、ふふさん。6位、キリアさん。5位、近いしーさん。4位、ハギハギさん。ハギハギさんはアットマークの後がずっとこれなんですね。3位、メトロポリスさん。4位、あのね、ミッサが最高さん。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。昨日のライブ最高に楽しかったって、ありがとうございます。そして地道な走りさんは人魚クマタワー、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、これ超絶キャワタンなんだが。はい、というわけで今日遅い時間でした、切った、遅い時間でしたが、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。というわけで、ちょっとね、途中さ、タブレットの充電がゼロになってしまい、残念ながら、途中携帯でやってますけども、見ていただき本当にありがとうございます。携帯の充電ももうね、ないんですよ。携帯の充電もね、もう 50% 切ってたんで、やばいですね。なんでそろそろ終了にしたいと思います。それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日はこんな遅くしません。それではまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。